はい、皆さんボンジョルノブリーダーの中島とアシスタントのカエルです。よろしくお願いします。お願いします。どうですかこれ、キュウリフシナリスマートね。あー、フシナリスマートできてます、ね、できますよ。はい、まだちょっと取るの早いけどね。え、そうですか。いいんじゃない。これぐらいで食べたい。食べたいですね。食べちゃう。うまいですね。ああ、よかった。なぜこんなことをしてるかというとですね、はい、この鉢植え、うん、フシナリスマートをゴールデンウィークに植えて、はい、栽培してるんですよ、うんうんうん、要は一般家庭でやる、うん、プランターでの、まあ、鉢での栽培を、はい、まあ、こちらで再現してやっています。はい、家庭菜園でやるときってね、こういう感じでやられる方とかも結構いらっしゃると思うし、まあ畑に植えたとしてもね、うんうん、まあここ今3鉢あるんだけど、うん、まあ、3株作るとか1株だけ作るとかっていう方も多いよね、うんうん、でそういった方のへの栽培アドバイス、はい、かっこ裏技編を今日はお送りしたいと思いますよ。はい、裏技、うん、何が裏技かというとね、はい、まあ、フジナリスマートはね、うん、こうやって1本脇芽をどんどん描いていって、はい、芽花がいっぱいで、うん、これね、ほらこのトグロ巻いてるところ、うん、カットしてありますよね、はい、2つカットしてあるのが見えると思うんだけど、はい、片っぽはキュウリついてたところ、はい、もう片っぽは脇芽、うん、脇芽か、まあ、葉っぱなり脇芽なりをどんどんカットしながら、はい、1本まっすぐ上に上げていくと、うん、で今便利なものがあって、こういうね誘引するためのこうなんつんだっけ、洗濯バスみたいな誘引クリップみたいなのあるんで、これでねこうやって誘引して、うん、伸びてきたら下ろして、うん、これをこうやって下げて、あ、下を巻いていくと、はい、いう形でどん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 上へね誘引していけば、もうこのまま伸びたら下げる、伸びたら下げて、ずっとこう収穫がしていくと、で全部の節にこうやってつくんで、うんうんうん、いいでしょ。これがフシナリスマートのたるゆえんだよね。これイボイボの支柱がいいですね。イボイボの支柱がいいね、はい、でこれはいいんです。これはまあ、あの正解通りというか、うん、基本的なやり方なんで、はい、ちょっと裏技についてはね、はい、あっちでちょっと説明しますよ。あ、別なんですね。ああ、いきますよ。はい、はい、飛べてなかったですよ。これは何でしょう。トローリウマナス。トローリウマナスです、はい、これカエル君なんか気づきませんか。成長点止めてない。止めてない。そう、すごいね、よく気づいたね、はい、これね何もしてないんです。はいはいはい。要は苗を買ってきて、はい、ここに1本こうやって植えた後、はい、何にもせずにここまで持ってきています。ちょっと注意したことといえば、はい、肥料がやっぱすぐ切れちゃうので、うんうんうん、あの追肥をパラパラパラっとね、はいはい、何回かしたぐらい。ほう。でね、これ教科書通りじゃないんですよ、うん、教科書通りだと芯を止めて、うん、2本仕立て3本仕立てにして、はい、支柱を立ててやりましょうっていうのが、はい、教科書通りのやり方なんだけど、はい、何もせずにこうやって果実もつけてるんですね、うん、あの花のか花かきとかも1カメ2カメ描こうっていうのも教科書には載ってるんだけど、はいはい、うん、これもやってないんです。うん、なぜか、はい、多分ゴールデンウィークに植えるって考えると、その暑さ来る前に取りたいからいくつか取ろうっていうので、最初のロスを防いで暑い夏を迎えるっていう。その通り。これね、やっぱね考え方なんだよね、うん、農業って植物の気持ちを考えて、はい、植物とこうなんていうかな、もう話しあ、まあ、会話するっていうのはそういうことですよね分かり合いながらやっていくもので、はい、なんだよね、はいはい、で教科書にはそうやっていろいろ書いてあるんだけど、うん、結局さ、ゴールデンウィークにこうやって苗を買ってきて植えるってなると、うん、どう、快適に植物が過ごしてくれて俺元気っすよって答えてくれる期間って7月までですね。7月まででしょ、まあ、2ヶ月、はい、って考えると、うん、2ヶ月間でナスをたくさん取ってあげた方が、うん、彼らにとっては楽ちんなんだよね。そうですね。でこれを夏場も乗り越えて秋にもナスを取っていこうってすると、うんうんうん、教科書に載ってるようなやり方、うん、絶対に必要になってくるんだけど、はい、本当にそこまでやる必要がありますかという話。そうですね、まあ、うん、夏越してもね、あのプランター栽培だとなかなかその後難しいですよね。そうなんだよ。だからもういっそのこと、うん、肥料をたくさんやって水もたくさんやって、うん、この5月6月の快適なシーズン、うん、目いっぱい大きくなってもらって、できるだけ一気にたくさん果実をつけてもらおうと、はい、でその果実を人間が楽しませていただいたら、うん、お疲れ様でしたっつってさようならする。もしくはそこで切り戻し、うんうん、大胆に切ってまた秋もチャレンジっていうのもできるんだけど、うん、はい、プランターだからね。そうなんですよ、うん、なかなかその
この中の土だってどん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 肥料吸われちゃってなくなっていくから、うんうん、そこをまた追肥してとか、うん、土ちょっと入れ替えてとかって大変なので、うん、まあ考え方だよね。そうですね、うん、でこれはあえてあの時田市病のナス担当が、うん、まあ、家庭菜園で一番たくさん取る方法っていうのを考えた結果、うん、何もしないっていうところにたどり着いたというねあ、そうですね、可愛がりすぎても良くないんだろうな。これすごいでしょ。今ね数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 14個膨らみ始めてて、はい、それ以外にたくさんあるね、まだね、うんうんうん、花が咲きかけてるのがたくさんあるから、まあこれ一気に取れる。ただ、うん、このやり方で取れるナスってやっぱどうしてもちょっと小ぶりになる、うん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 、で早めに取ってあげないと、うん、ものすごい負担がかかるからたくさん果実をつけちゃうからね、うんうんうん、あの一気にバテちゃって病気になったりしやすいんだけど、はい、まあ2ヶ月間ナスを全力で楽しもうぜっていう場合はこういうやり方もありなんじゃないかなと思うんだけど、どうですかカエル君？いや私はありだと思います。ありだよね、はい、あとこっそりうちにあるトマトはそうやってましたそうそうそう、ただ気をつけてもらいたいのはこのやり方するときは必ず追肥をする。なるほど、うん、ここの上にね肥料をパラパラっと撒いてやるっていうのは大事かな、はい、うん、そうですね、気がつかれちゃう、うん、これがトローリウムナスでしょ、はい、こっちカエル君、はい、おいで。ここペンナスがあるんだよね。あーできてるじゃない、うん、ほら、はい、おーすごい、結構ないペンナス、シャーペンぐらいだけどね、いっぱいなってるでしょ。それくらい超使いやすいサイズですね。そう、いいよね、うん、家庭菜園のいいとこですよね、自分の好きなサイズで収穫できる。こういうの収穫しちゃってね、食べちゃうのもいいだろうね、うんうんうん、浅漬けとかにしたら美味しそうだ、ね、美味しそうですね。こっち来ると、うん、おー、グリルでイタリア、これも同じです、何にもしてない、ね、おお、かわいい、ね、ゴールデンウィークに植えたのが、今これ撮影してるのは6月の中旬なんですけど、うん、6月の中旬の段階でこれぐらいまで来てるね。1ヶ月ぐらい、だから6月の下旬にはこれがたくさん取れ始めて、7月のどうだろう、上中旬ぐらい、本当にバテてダメになっちゃう時にまで取り続けて終わりと、うん、それでも多分ね20個ぐらいは収穫になると思うんで、はい、いや十分楽しめますよね。いいでしょ、はい、あとねここにあるズッキーニもね同じように何もせずに、うん、作ってるものですね。これパリーノ、あのまん丸いこうなってるのかな、うん、ズッキーニは収穫してるね、もうね、はい、いくつか収穫をしてる、うん、ただやっぱりズッキーニはこれ見てもらうと分かるんだけど、下っ葉、もう収穫が終わったところについてた葉っぱは、うん、エネルギーがなかなかもうもらえなくなるので、はい、これでなんだろうね、病気かな、これは切ってやった方がいいかな、はい、うんうんうん、まあ、ズッキーニそもそも仕立てるっていうような作物じゃないんで、これはあんまりね変わらないかな、はい、まあ、このようにですね、うん、家庭菜園で5月から7月まで楽しむ場合は、はい、まあ、何もしない、うん、追肥だけやってやるというやり方もあるよっていうね、もっと頭柔軟にして植物の状態と、ね、そこから何を自分が得たいのかっていうのを考えながらうまくやっていこうぜっていう話。そうですね、あんまり肩肘張ってね、うんうん、難しいものって捉えなくても十分楽しめますよっていうことですね、はい、うん、どうですかこの、いいでしょう、いいと思います、ね、やっぱりその教科書で書かれてることも、うん、多分昔からのこういろんな積み重ねだと思うんですけど、今のこの異常気象とかを踏まえると、うん、こういうやり方ももしかしたら一つの正解かもしれないですよね。そうだよね、これでさズッキーニ10個ぐらい取れて、うん、まあ苗のお金どうだろう、今350円とか400円とかするのかな、うんうんうん、まあズッキーニ、ね、大体100円スーパーで、うん、いいんじゃない、それでしかも楽しめるっていうね、うんうん、いうことで、まあ、こんなやり方もありなんじゃないかなというふうに思っていますよ、はい、今あのレイズドベッドでねいろいろチャレンジされる方とか、うん、まあ、地植えの方もそうですけど、狭い畑でやられる方もいろいろいらっしゃると思うんで、はい、まあ、あんまり怖がらずどん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 いろんなものを植えてチャレンジしていただければなというふうに思って今日こんなお話をしてみました、はい、はい、皆様の夏作いかがでしょうか、うん、まあ、ここで見てるね、うん、時田市病のプロが作った5月に植えた苗と見比べていただいて、はい、あ自分の畑ちょっと肥料足りてねえかなとかね、うんうん、あうちはもうちゃんと剪定もしてるし誘引もしてるから時田のやつよりいいなとかね、うんうん、まあいろいろあの基準にして考えていただければなというふうに思っております。はい、というわけでまた次回の動画も楽しみにしてください。はい、じゃおー、はい、じゃおー。